4連勝なおかつ全部ストレート勝ち。確かに。でも気づかなかった。あんまり意識してない。今日は振り返っていかがですか。はい、今日は初戦から、後輩だったり、木原さんだったりとか、そういう相手に対しても自分の挑戦することをぶれずに最初から最後までやりきれたことがすごく良かったかなと思います。その挑戦することでどういうことだったのか。そうですね、やっぱり攻撃をすることをすごく今より攻撃することに取り組んでいて、リスクもある攻撃の仕方だったり、今までと違った攻め方もしてるんですけど、そこを挑戦しました。その中新しくそういう感じにしてるのはやっぱり WTT に出始めたことも関係しているんですか。そうですね、やっぱりこの間の、トルコ、ブラジルの2大会行ってきて帰ってきて改めて自分の卓球を見直したときに、やっぱりそこの部分を見直さないと最終的にはやっぱ勝てないなっていうのをすごく感じたので、やっぱりきっかけにはすごくなった大会、 WTT がすごくきっかけになりました。木原選手の時ちょっと試合開始が遅くなってちょっと自分の何ですか、待ってる時間も長くなったりしたけど、そこは大丈夫でしたか。そうですね、ラケットのこととかでなんかちょっとやりづらさは あってなんかちょっと意識しそうになってしまって、守りに入ってしまうような、相手のミスを待ってしまうようなプレーも中には何球かあったんですけど、そこをなんとか最後乗り切ることができました。ベスト4が全員ミッキーハウスになろうかなりそうなんですけど、どうですか自分では。そうですね、もともとやっぱり選考会っていうのは自分にとってやっぱりすごく厳しい大会で、なおかつ同士打ちっていうのはすごくこう厳しい部分はあるんですけど、今日と変わらず今やってることを挑戦して、はい、明日も同士打ちなんとか乗り切れるように頑張りたいと思います。あと2回勝てば久しぶりの世界卓球代表、アジア選手権も出てたけど代表になるんですけれども、いかがですか。やっぱり今はでもそこに出たいっていう気持ちももちろんすごくあるんですけど、目の前の試合を本当にどれだけ挑戦できるかが一番大事かなと思ってるので、その結果ご褒美としてその代表権を勝ち取れたらいいなっていうふうに思ってます。明日も頑張ってください。はい、ありがとうございます。